脱藩は江戸時代に武士が藩を脱出して浪人になること。戦国時代では進化の身であるじを見限るものとして許されない風潮が高まり追手が放たれることもあった。これは脱藩者を通じて軍事機密やお家騒動などが表沙汰になり藩にとっては致命的な改易が頻繁に生じたことも一因であった。しかし江戸時代中期以降、 太平の時代に入ると、軍事機密の意味はなくなり、慢性的な財政難のため、家臣が6を離れることは、通要な人物でない限り事実上自由になっていた。もっとも、その場合にも法的な手続きを取ることが要件となっており、これに反して、無断で脱藩した場合には欠落の罪として、扱われて、加盟は断絶、結書、本人が捉えられれば、 場合によっては死刑にされた。幕末には、尊能上運動が高揚し、自由に行動するため他家への士官を前提としない、脱藩を行い、江戸や京都など政治的中心地において諸藩の同志と交流し、志を遂げようとする志士が増えた。藩の側も脱藩を黙認することが多かった。著名な脱藩者には、長州藩士の吉田虎次郎。 高杉晋作や土佐藩士の坂本龍馬、中岡慎太郎や紀州藩士のむつ宗光などが挙げられる。処罰が甘い長州藩では、高杉晋作のような脱藩の上州藩を降り、その脱藩回数は5回とも10回とも言われる。このような脱藩志士たちが立ち上がったことが、後に明治維新につながることになった。ただし、当時は藩という名称がなかったわけで、 脱藩という言葉は明治以降の言葉である。現代では日本の政界において政治家が所属政党や派閥を離脱することを脱藩という場合もある。ありがとうございます。